何がやばいの？え、普通にいい子たちだったよ。水木は薬やってるって噂あるんだよ。薬？そう、やばいやつ。それ以外にもいい噂聞かないから付き合うのやめな。いい子そうだったけどな。明るくて可愛くてちょっと寂しそうで、薬のことは噂話だし、それに信じていいのか、この子。でも私のことをわざわざ探しに来てくれたし、今も心配してくれてる。てか何疑ってるんだ、友達なのに。千尋ちゃん、具合悪いのまだ治ってないんでしょ？あ、うん、嘘だけど。じゃあ今日はもう帰ろう。明日は学校来るよね。ずる休みだってみんな疑ってるよ。学校来ないと悪口言われちゃうからね。絶対来てよね。Shock.